モノレール。あー、俺編集の時は5センチ超えてる西予市宮でしょこういう話するんやろ。喋って、でもさ、カメラ回してさ、こんだけ話せるようになったの1年前とか、もう撮影前めっちゃ深呼吸したりとか。マジでドキドキしてる。意外となんか昔の動画、気持ちはこもってる、うん、いや、でもそう結構面白いですけどね、俺なんか一番面白かったのが、自己紹介動画で、ケンタ君。あー、ケンタ君やめれ。そうそう、ケンタ君。はい、ケンタ君やめれなんかね、何みたいな、俺が確かになんか今では考えられない探り合いというか、そういうの面白いな。どういう感じで言っていいのか分かんなかった時期もあるから、うんうん、あれもカメラ回してハイで撮ったから、うん、今ね本当にフリートークではない、うん、うん、とか思い切ってゲストをお呼びしたりとか、成瀬さんとか、それまで関わったこともないのに、うんうん、CD も出してたし、確かに話聞いてみたいなと思って、よかったな、うん、自分がインスタで DM を送って一応棚原健太というものですけどみたいな、うんうん、ね、電話して、ねね、お会いして、打ち合わせして、打ち合わせしてみたいな。いい人だったね。いい人だったね、本当に。太郎とか言って、だから何太郎って言われる。アイスタイル何でしょうか、何みたいな。せんべい完全に間違えたわ、うんうん、撮影に踏めてじゃん、バリバリ言うて、ね、なんか撮影もさ、うん、ケンタロウが言ってた撮りすぎてもダメっていうところが、うん、なんかわかる気がする。最初の頃とか素材撮りすぎちゃうとかよくある、うん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 、なんか本当に要点まとめて、あ、今だとかってやって、うんうん、あれする感じかな、うんうん、でもこだわりはさ、結構さ強めだったよね、うん、なんか尋常じゃないから、ミクロ単位で直そうとか、うん、なんかさ、確かに、いつもあのアップロードした後にドキッてするんですよ、うんうん、あの通知が入るじゃないですか、うん、なんだろう、なんだろうで、スクショが送られてきて、ここ、あとちょっとテロップのここの間でしょ、よう見てんなと思いながら、うん、アップロードしたら、2人の適正な、厳格なチェックが始まるんだろう、ここ2ミリずらして、みたいな2ミリみたいなあと音量のバランスとか ね難しかったりするからね。でもなんかほんとそういう小さなことの積み重ねって大事だなと思ってて、最初とか特に色とかもすごいこだわってたし、うん、今もだけど、うん、あとはほんと明朝体かゴシック体でもすごい与える印象って変わるじゃん、うん、変わるね。だからなんか琉球古典芸能をやってる自分たちのイメージカラーってどういう色だろうとか、うん、どういうチャンネルにしたいかっていうところで色とかも決めてったし、うん、結構そこまでこだわってはやってるつもりでは、うん、ずーっと同じテロップとか使わなかったりとかね。そうだね、うん、マイナーチェンジもしながら、うん、でも俺花風のロケあるじゃないですか、うん、Vlog、 あー、ミエミーグスト、はい、あれめっちゃ綺麗だと思います。いいよね、うん、あの時間帯もめっちゃいいし、うん、動画的にいやめっちゃ綺麗だなって、うん、俺もねあれ結構好きだったんだけど、うん、仕事終わりに行ったんだよね。そうそう、やっぱ花風節とか分かるからこそ編集しててすごい来るものがあった、うんうん、当時の人はどう考えてたんだろうとか、なんかいろいろね、うん、考えさせられた撮影だったっていうか、うん、いやでも本当そういうところで編集してて改めて考えることってありますよね、うん、めっちゃある。例えばまあ町前稲荷ロケ行った後に帰ってきて自分で編集してる時に、あーやっぱこうやってなんか流化とかもできてとか、うん、昔の人ってこういう風に考えてるからなんかこういうものが生まれたんだとか、なんかそういうものを改めて考えるきっかけになりますよね、うん、なんか俺のトークと創生さんとか終わった後もねでもなんか3名でやってるからこその強みってあると思ってて、うん、なんか1人で例えばこれを調べて自分の意見とかやるよりかは、あるある、このノリトとかケンタロウが上げてきたアップロード動画を見て、あ、こういう捉え方って確かにできるねみたいな、確かに、なんか1つの脳よりなんか3つの脳があった方が多角的に見れるじゃん、うんうん、自分の勉強にめっちゃなるなって思ったし、うん、やっぱなんか感じ方ってそれぞれ違いますよね。そうだね、うん、だから勉強になるって思ったし、あと3人でやっててよかったなって思うのは、うん、まあ、その喜びも悲しみも、うん、シェアしてる感じ、全力で喜んで全力で悲しんでみたいな、うん、
多分ね、一人やってたらもう、ね、多分ね、もうメンタル続いてないと思う。無理。俺はもうそこが本当に、うん、そう。やっぱだし、ここだけの話、いいっていう人もいれば、良くないっていう人もいるじゃん。うんうん、賛否両論だし、うん、でもそれって当たり前じゃん。うん、でもやっぱその、そうじゃない意見とか、否定的なものだったりとかを見た時には、やっぱり落ち込むし、うんうん、わーってなった、うんうん。こういうの本当にあるんだと思って、うんうんうん、だけどそれも一人だったら辛いなと思って、みんながいるからこうまあまあまあってなるけど、まあ、だから一人でやってる YouTuber とかすごい、うん、すごい、うん、確かに。編集の時ってさ、何考えてる？編集以外のことで編集の時、うん、編集以外のこと、うん、例えばたまにこう、そうね、集中力とかうーってなるけど、本当に意味あるのかなって落ちてる時はなるけど、うんうんうん、絶対芸能で暮らしてやるとか、あー、うんあー、うん、俺編集の時は、俺なんかね、編集やってる時にはあんまそういう考え事とかはないんだけど、うん、そうじゃない時、うん、例えばじゃあその企画のこと考えてる時とか、うん、撮影のこと考えてる時とかに、もうすごい不安と恐怖に襲われる、うん、だからどっちかっていうと、うん、編集じゃなくて企画とか、そうだね、にもうやばいってなる、うん、いろいろね考えちゃって、そうそうそう、だからなんかわーって書かないと気が済まない時とか、うん、うわっていっぱい送るときあるじゃん。すごいですよ、もう論文化っていうかやっぱ送ってくれてくる。なんかああいう時とか本当に不安に駆られてる時だと思う。知ってます。もうなんかわーって書いて、うん、なんかとにかくアウトプットしてしないと、うん、おとといぐらいがさだからなんかもう待てよ、落ち着けってなって、うん、まあ、こういう話はあまりしないですけど、自分たちメモと iPhone のチャットワークでそのいろいろ情報を共有してるんですけど、共有された時にバーンってめちゃくちゃ考えてるんです。でもなんかそれ YouTube 始めて自分のメモの数増えません？あ、めちゃくちゃ増えます。概要欄とかに書く、まず調べて、わーって、これこういう話じゃないやん。お互い出来上がったものしか見ないけど、動画に載せるまでグーってやってみたいな。いや、一回も俺ビビったのが、はい、モノレールの概要欄を健太さんがめちゃくちゃまとめてたんですよ。そしたら俺、その時入稿っていうか、YouTube スタジオ触ってたので、概要欄入れるじゃないですか。5000字超えてる。俺、5000字し入らないんだみたいな。ウェブライター。そう。健太さん、すいません、削っていいですかかなり削ってるよね。結局、かなり削りました。最終的に映像に出るのは1行でやってる。あれやねー。このやってみたっていうのって軽く見られたくないなと思って、やるからにはとことんやりたいって思いがあって、全部調べてやると思って、うん、すごいなと思った。本当にあれ、私あの時の編集健太じゃん、うん、あの最初のやつとか俺あの発想なかった。あ、ピンポーン電車がみたいな、そう面白く、面白かった、編集したいってのがあって、結構概要欄とかもなんか見てもらえたら嬉しいっすよね、うん、意外に結構力かけてるよね、うん、概要欄の。しかもなんかやっぱり調べると、あ、こんなのもあるんだ、そうそうそう、こんなのもあるんだって一応書くじゃないですか、うん、で、まあ載せようってなるんですよね、うんうん、意外と動画では話してない情報とかも入れたりして、うんうん、調べるきついけど、うんうんうん、でもプラスになるし、うんうんうん、やってなかった1年とやった1年って多分今知識の量とかも歴然と違うと思ってて、編集もしかり、うんうんうん、あとちゃんと現場に行けたのも良かった。うん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 。ハンチャメの確かにとか、うん、あとあそこなんだっけ、シューティンじゃないし、ね、ユーチューバー、マンザモマンザモとか感動した。うんうんうん、やばいね、やばいね。いや最近のコメントであって、わあすげえと思ったのが、やっぱ沖縄って海だけじゃなくて本当に王国として歩んできた歴史があるんだねみたいな、うんうんうん、わあもうめっちゃなんか意図してるところというか、なんかすごく共感、うん、共感してもらえてるなっていう、うん、嬉しくなりましたね。ね、でもなんか観光雑誌とか見たらリゾート海とか、うんうんうん、なんていうのかな、その沖縄の本来の姿っていうよりかは、うん、沖縄が期待されてる姿っていうのが取り上げてられてるような感じがして、うんうん、そうだね、まあそれもいいんだけど、なんかそのありのままの沖縄の姿とか、その足跡とかを辿っていきたいし、うん、そこを見てほしいなって思う。確かに。だからその地域の芸能とかも、いや本当そうですね、うん、いやもうこれは完全にエゴなんだけど、なんか友達とかが来た時とかになんか海行こうとか嫌だ意外、西予市宮でしょ。
渋何みたいな。あと一回国立とかには連れてくる。ギャラリーとか見せて、なんかあここが国立だよって完全にエゴですよ。だけどもうほら車持ってんな俺だし、どこ行こうが勝手じゃん。もう試験を握ってますからね。いや海じゃねえよって。まあもちろんね海も財産だけど、でもなんか本当今すごい楽しいし幸せだから、うん、そこを伝えていきたい、うん、友達にも地元の。すごい1時間喋ってるこれも編集なしでいいんじゃないですか。いやもう垂れ流しライブ風でじゃあそろそろ、はい、そろそろ。なんか寂しいね。なんかそうだね、まだまだまだ、ね、あと2時間ぐらい喋れる。なんか大丈夫、あの最後に言い残したこととかない？うん、延々と続くから大丈夫。まあでもなんかちょっとこれまでとは違う、また1年にしてみたい、挑戦してみたい、うんうん、力を合わせてやっていきたいし、3名の強みって、うん、撮影から企画から、ね、編集から全部自分たちでやってるってところが、ね、もうそこしか強みがないと思ってて、うん、確かにそこを大事にしたいな。で意外となんかこうちゃんとやるじゃん、うん、ちゃんとやる。なんて言ったらいいの、慣れ合いじゃないね、うん、そうそうそう、うん、映える感じでもないしまあね、美術とかでもないし、うん、でもなんかちゃんと自分たちで決めたことはやってきたし、うん、それは本当に自信がある、うんうん、例えば今日は1回毎日投稿だって決めたら毎日投稿したし、うん、こうだって決めたらこうしたし、うん、自分たちで決めたことをちゃんとやるっていうのだけが本当に自分たちの強みかなって思って、うんうん、だからこれからもそこは大事にした、うん、本当に本当に。そういうことで、はい、まあこれからもねみんなで留活中できたらいいなと思うので、うん、ぜひまた見てください。応援のほどよろしくお願いいたします。ね、それではバイバーイ。バイバーイ。